さあ始まりました町田雄一郎の対決企画。ゲームセンター楽市楽座の店員さんは本当にゲームがうまいのか、道場破りです。そして僕が勝った暁にはじゃじゃん、こちらの町市町田ステッカーをそのゲーム機にブシャッと貼り付けさせていただきます。そして万が一僕が負けた場合には、僕が今着ているタンクトップ店員さんに切ってもらいましょう。切れるもんなら。それでは今日の対戦相手の方をご紹介いたしましょう。この方です。豊島です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。豊島さん、はい、それでは今日の対戦ゲーム機は、はい、どれですか。こちらです。お、デカクレ。デカクレです。デカクレ僕3回ほどやったことあるんです。本当ですか。割と勝率いいです。今日はちょっと手こずるかもしれませんよ、はい、今から先攻後攻を決める筋肉じゃんけんをしたいと思うんですけど、はい、ご存知ですか、筋肉じゃんけん。知らない。知らない。知らないです。知らないとなると全く知らない。全く知らないんだ。それ今までの僕の放送を見ていただけてないということになるんですけども、筋肉じゃんけんの部分だけ飛ばしてました。部分だけの何でそんなことするんですか。見てください全部。筋肉じゃんけん、せーの、最初はうーん、じゃんけんポン、はい、こうでしょ。豊島さん、1本目。ありがとうございます。豊島さん、8本目、はい、なかなか苦戦しましたね、はい、でもね、取られた時に素でガッツポーズされてました。よし町田、1本目。結果発表。豊島さん、はい、8回で見事に商品ゲットですよ。町田、15回やっても商品取れず。コツがありますね。コツがある。まあまあ行きましたね、豊島さん。はい、一から、はい、このね、三角筋をとりあえず鍛えることです。どう思いますそれ。いいと思います。いいと思います。頑張ってください。自分に、はい、行ってきます。はい、また道場破りしに行きますからね、はい、日頃から練習しててください。はい、それではまたね。日々道場破りを行っていきますので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。